愛しい嘘、優しい闇、第1話。タイトルから意味深なドラマが始まりました。主人公は漫画家アシスタントで、どちらかというと地味めな女の子、今井美代。14年前の中学校の同窓会から物語は動き出しました。母校が廃校になることを知り、同窓会を思い立ち、発起人となる美代の初恋の人、雨宮秀一。地元で両親とワイナリーを経営している幼馴染の深沢亮。昔は三つ編みメガネ少女で、今は東京で弁護士をしている本田玲子。地元の名家に嫁ぎ、専業主婦の野瀬優美。昔から男子に囲まれ、プライドが高く、変わらずお姫様気質の岩崎奈々江。美代と共に青春時代を過ごした仲良し6人組。この6人の中で三角関係があったり、略奪愛があったりと、ドロドロの恋愛ドラマと思いきや、登場人物みんなに秘密があり、嘘があり、愛憎があり、あろうことか、初回から6人組の1人が亡くなってしまうのには驚きました。同窓会では、大勢の参加者で学生時代に母校のグランドに埋めたタイムカプセルを掘り起こし、みんなそれぞれ将来の夢やよく聴いていた CD などを懐かしんでいましたが、玲子は一人こそこそと確認していましたね。掘り起こす最中も躍起になっていた玲子。そんな中、一枚の紙が。みんな忘れないよ、中野みゆき。どうやら中野みゆきはこの同窓会には参加していないようでしたね。そしてどうしたわけか、みんな顔を思い出せないようです。後に中野みゆきは途中で転校して、タイムカプセル作成時にはいなかったのではないかという疑問を美代は雨宮に相談していました。そんな時、七重が亡くなったと玲子から知らされる美代と雨宮。次回は訃報を受けた同級生が地元山梨でまた再会するようです。七重が命を落とした原因が自殺か事故死かと捜査される中、七重が亡くなる直前に自撮りしていたという写真を見て、美代らは他殺の可能性を疑います。東京に帰った美代は何者かに突き飛ばされ、車に轢かれそうになったり、美代のことをなぜか目の敵にしている職場の後輩が車に轢かれる事件が発生したり、美代を取り巻く環境は刻一刻と変わっていきます。まだまだ不穏なことが起こりそうですね。美代は一見パッとしない漫画家アシスタントではありますが、漫画家デビューも果たしたことのある実績を持つ立派な漫画家先生。絵がサラサラっと描けるって憧れますよね。絵が上手い人の共通点として、想像力が豊かだとか、右脳が発達しているなどが挙げられますが、実は一番共通することは、性格の違いや生まれ持った才能より、どうしても描きたいものがある人が絵が上手なんだそうです。絵が上手になると言った方がいいかもしれません。つまり、好きこそものの上手なれってことでしょうか。美代はきっと幼少の頃から絵が得意だったのでしょうが、初恋の秀一を描きたいって気持ちも強かったのでしょうね。そしてさらに周りに自分の絵を見せることで上手くなるんだそう。学生時代から漫画家になりたいと夢を語っていた美代は、そうして絵を描くことがどんどん上達していったのでしょうね。そんな彼女はあまり言いたいことも言えず、人と揉めるのが億劫に感じるタイプです。いわゆる事なかれ主義ということですよね。消極的とか保守的などという言葉もしっくりきますね。メリットとして柔軟性があり、誰とでも意見が合わせられる。平和主義で
物事が穏便に進む、周囲に敵を作りづらいなどがあります。ミオを見ているとなんとなくわかる気がしますよね。そんなミオに降りかかる事件や複雑な人間関係のごたごた、ストレスになりそうです。また事なかれ主義のデメリットもあります。本音が言えない機会が多い、すべてにおいて人事と捉える癖がついてしまう、変化が乏しくなり自己成長しにくいなどです。漫画家アシスタントのいけすかない後輩岡崎理恵から理不尽に謝ってくださいと言われるシーンでは、致し方なく謝ってしまうミオですが、七重とやり合うシーンでは謝らないと強く言えたことは、彼女が一人のファン、クロを大切に思っている証拠ですね。このクロも将来何かしら関わってくるのでしょう。次回から亡くなってしまった七重の捜査が始まるのですが、ここで優美の夫、野瀬忠が刑事部長として関わってきます。同窓会では忘れ物を届けた野瀬のダンディーな振る舞いに羨望の眼差しを受ける優美でしたが、この夫、なかなかのくせ者でしたね。亭主関白を越すモラハラ夫のようです。最近は亭主関白という言葉よりモラハラという言葉の方が耳にするようになりましたよね。その昔は決して珍しくなかった亭主関白。亭主関白は夫婦間で圧倒的に夫が支配的な立場にあって妻を服従させるような状況であったり、夫が威張り散らしている状況を指したりします。しかしそこには愛があり、家族のために仕事を真面目に取り組んだり、家族を養うという責任感もしっかりある、妻にとって家族を第一に考える頼れる男性だったりするのです。一方モラハラは必ずしも夫婦関係や家庭内の関係に限定されず、性別も特定されません。優美の夫はモラハラ夫確定でしょう。優美は同窓会の席で、そして仲良し6人組でのリモートの席でもそれを言えずにいました。彼女の葛藤も今後描かれていくのでしょうね。エリート街道まっしぐら、女性にモテモテの周一も話せない秘密を持っている雰囲気がありました。いつもは冷静沈着な弁護士の玲子がタイムカプセルを掘り起こした時に見せた動揺する様、きっと何かあるのでしょう。仲良し6人組で一番穏やかに見えたワイナリーを経営している亮でしたが、昔の写真の話になると表情が曇ったように見えましたね。一体どんな秘密を持っているのか、全く先の読めないドキドキザワザワさせる本格的なラブサスペンス、今後の展開はどうなっていくのでしょう。来週も楽しみです。ではまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。